皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスチーパフォーマンスです。今回はボンドボディからボールペンの続きをお伝えしたいと思います。なんですけれども、ちょっと最初にですね、皆様に訂正とお詫びをしなくてはいけないことがございます。前回オールペインとする車を G55 仕様っていうふうにお伝えしたんですけれども、正しくは G55 仕様でなく本物の G55 でした。もう本当にオーナー様はじめ見てくださっている方にちょっと間違った情報を、伝えしまい本当に申し訳ございませんでした。そしてオーナー様にはもう大変失礼いたしました。もう本当に逆の立場だったらふざけんなっていう、もうレベルの話だと思います。本当に申し訳ございません。でこうなってしまったちょっと経緯を、完全に言い訳になってしまうんですけれども、お話しさせていただくと、ちょっと完全に僕の無知、知識不足が招いたところでございます。G55AMG が1998年からラインナップされてるんですけれども、2004年までの、一番最初の期間ですね、が NA の V8 っていうのがあるのを知らずに、もう G55 って言ったらスーパーチャージャー付きの例のあのシルバーのエンジンカバーが付いた個体しかないと思ってて、後で調べて間違いだったっていうことに気がつきました。本当に申し訳ございません。そしてもう一点、一応海外仕様のお車だったんで、念のため車体番号から、グレードと年式を、調べるサイトがあるんですけども、ちょっとそれで調べた結果 G500 っていうふうに G500L かなっていうふうに出てきたんで、それで仕様っていうふうに判断してしまいました。で多分そのサイトの方が間違ってたのか、もしくは海外仕様だと G500 になるのか、ちょっと詳しいところはわからないんですけども、どの道ちょっと日本ではちゃんと G55 に当たる車両を G55 仕様っていうふうにお伝えしまったことは完全に間違いですんで、改めてになるんですけども、ちょっと訂正と、お詫びをしたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。というわけで、ちょっと改めて G55 オールペイントの続きをお伝えしたいと思います。なんですけれども、ちょっと最初に初っ端から寄り道していいでしょうか。やってまいりました RS6。 ちょっとこれは動画の車両じゃないんで、ちょっと僕が紹介したかっただけです。足元がすごいっていう寄り道はさておき、 G55 早速見ていきたいと思います。ちょっとオールペイントお伝えしようと思ったんですけど、たまたま同じ仙台463リフレッシュが今入ってるみたいなんで、今聞いたらこのモール交換を今やってるみたいです。で現行と違って、仙台だとここが完全にアルミのこういう、もうほぼモールというかレール、アルミニウムのレールがかぶせてあるみたいです。でこれがもうやっぱり年式が経ってくるとこう汗てきちゃったりとかするんで、一回こう塗ってあるみたいなんですけど、もうそれがさすがにもうくたびれちゃってるっていうことで、もう今回完全にリフレッシュしようっていうことで、このモールをごっそり新しいものに交換してるみたいです。これですね。で当然かしめてあるんで、外すのがめちゃめちゃ大変というクラスさんが長年の経験のもとに力技で でもこれあれですね、新品になると結構車全体パリッと見えますね。結構ある作業なんですか。たまに、僕まれに、あ、まれに、でもいいっすよね、ゲレンデっていうか、ドイツ車いいっすよね。だってこれだけ年式経っててもパーツが新品出るわけじゃないですか。国産車だったら頭抱えちゃいますよ。というわけで、こんなリフレッシュもしてますんで、部分的なリフレッシュもお気軽にお出しください。そして どこでしょうか。はい、行ってみたいと思います。いろいろ寄り道しましたけれども、やってまいりましたオールペイント。早速もうブースに入って塗られております。っていうのもわずか10日ぐらいでしょうか、先日電話がかかってきて、早めに終わっちゃうかもしれないから早く来いと。というわけで来たらもうだいぶ済んでおります。もう車バラバラにして、もう本当になんか骨組みになって、オールペン後の色のこの白に全部塗られております。で多分今外したパーツは別のところで下処理ないしをしてるんだと思います。ちょっと担当してる高橋さんに詳しく聞いてみたいと思います。集中しております。お疲れ様です。お疲れ様です。
すいません、本当にすいません。G55 と仕様を間違えるって、もう今日からクソ野郎って言われてます、はい、いや、とんでもないです、はい、というわけで、今別のやつですかね。そうっす、はい、どんな感じですか、進捗は。進捗は、まあ、ボディの方上がってきたんで、はい、ちょっとまあパーツで詰まる前にバンバン終わらせていこうと。なるほど。外したパーツって今どっか別のところにあるんですか。今、シャーさんが板金してます。あ、そうなんですね、はい、結構板金必要だったんですか。結構、もう特に屋根は総パテぐらい。ブログにも出てましたよね、はい、あれって どうしてああなっちゃうんですか。結構屋根はちょっとまあ気づかなかったんですけど、はい、見たら結構障害のような。さすがにこう20年特にこう、はい、青空というか、はい、いろんな環境で使われてた車だと、うんうん、あるんですね。じゃあそうですね、はい、結構じゃあ屋根がダメっていうか、その修正が必要な車ってあるんですね。あ、結構ありますね。なるほど。特にまあ今回ゲレンデなんで、まあ通常見えないじゃないですか。ああ、確かに確かに確かに。そんなに見てなかったんですけど。なるほどなるほど、はい、よく見たらっていうのが結構。はい、なるほど。あと他になんかちょっとここを直したよとか。やっぱあとはまあ細かいところですけど、マスキングでペイントされてたところが、あ、一回もう修復どっかでされてるってことですか。あ、そうなんです、はい、なるほどなるほど。マスキングの後モール類をマスキングしてペイントしちゃったんで、はい、マスキングの後を、まあ、段差消してで、まあ、サベサでくるんでっていう形。ちなみにそれどの辺ですか。リアフェンダー。リアフェンダー、はい、じゃあちょっとその辺がどういう風に仕上がるのかっていうのをちょっと見てみたいと思います、はい、で作業の割合的には今どのぐらいですか。半分ぐらい終わった感じですか。いやいや、3割ぐらい。え、2、3割ぐらい。早く終わるからとっとと来いって言われたんですけど3割ぐらいなんですか。でもまあまず屋根から今ペイントしてる。塗ってましたね、はい、はい、なるほど。じゃあこれからだんだんこう下とパーツと、そうですね、下と、はい、まあ、先にボディ決めちゃってパーツ塗って、まあ、磨いていくんでもらう。なるほどなるほど、はい、あと高橋さんにもう一個聞こうと思ったんですけど、はい、その塗る上で前回もちょっと話出たんですけど、その電着塗装ってこれ何なのか、ちょっともうちょっと噛み砕いて説明してもらってもいいですか。そうですね、まあ、要はプライマーです。下処理、下地の塗ってるベースコートというか、はいはい、まあ、国産問わず新品パネルとか、まあ、新車でも欧州車は特にその亜鉛滅菌鋼板っていうのを使ってるんですけど、その鉄板、まあ、俗にみんな鉄板って呼んでるんですけど鋼板なんですよね。ちょっとなんだろう、炭素なんか入って強度を増してるパーツに、さらにその亜鉛滅菌で、防錆防製されてるものなんで、そこに、まあ、うちも鉄板出たところをそのままサフェーサー入れずにプライマーを一度塗ってからサフェーサーで、まあ、密着と防製をさらに高めて、作業を進めてるんですけど。なるほど。それのその電着っていうのは、新車のラインでまずそのプライマーですね。やってるその強力なやつってことですね。あ、そうですね、強力なやつ、はい、だそれはなるべくこう落とさない方がいいというか、はい、そうですね、落とさない方がいいです。なるほど、はい、じゃそれを活かした状態で塗った方が、はい、そうですね、はい、でそれがなんかその修理のパネルと新車のパネルでなんかちょっと色が違うとかっていうのを聞いたんですけど。ああ、そうです、そうです。よく査定なんかだとそのパネルの穴からちょっとまあ見て、その電着は黒なんで、そこの中までこうペイントするってのはちょっともう無理不可能なんですよね。なんでその査定時によく査定する人とかはその穴を見て、あ、交換してますね。新車のその電着の色なのか、はい、そのパーツで取った時の電着の色なのかっていうのが分かるという。あ、そうです、はい、そんな違いもあるみたいです。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて塗装前のパネルを今作業中ということなのでちょっと見てみたいと思います。お疲れ様です。これはリアドアですよね。リアドア、はい、じゃあ今これはどんな感じですか。まあある程度へこを取って、これやるためにもしや修正後ですか。イエス。なるほど。これは過去に修正してあったんですか、今修正したんですか。過去、あ、過去に修正したやつが今こう出てきた感じなんですね、うん、なるほど、ね、ある程度歪んでるところを、はい、取るのに研いでったら出てきた。なるほどなるほど。この辺ももしかしてどうですか。そう。ああ、じゃあ結構パッと見こう綺麗でもこう剥がしてみたらこういうのが出てくるっていうのは結構あるあるな
なるほど。え、全部やるんですよね。一応全部、うん、なるほどなるほど。じゃあ一回塗装剥いで改めて平らにすると。まあ剥ぐまでいかない。あ、なるほど。足付けぐらいですか、うん、それで研いでってある程度面が出ればいいし、出なければまあともっと研いで、なるほどなるほどなるほど、鳴らしてっていう作業の途中みたいです。はい。で、あとはさっき言ってた電着がここちょっと見えるかな、この辺ですよね。このドアの中とか、はい、黒くなってる部分、塗装が入ってない部分、はい、裏返す？あ、裏返してます。裏返すと電着よく見えます。まあ、あ、でも結構色入っちゃってますね、うん、なるほど。あ、こっちも全部やるんですか、平らに。はね、はい、スクリーンを、はい、この時代は接着剤で全面にこうつけてペタッて貼ってた、ね、今の車ってこういうとこブチルで、はい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 、ついてるじゃない。え、ブチルじゃないんですか、うん、接着剤。へえ。まだ中身のかかって、あ、これが歪んでるってことですか。これは確かにパテ目が出てる、うん、やった後。これでも車に装着されちゃうと分かんないですね、パッと見。こうやって蛍光灯の下に水平に置くとパテ目が見えるっていう。こうやって使ってみるとね。あー、なるほど。で、この裏が接着剤がついてるままなんですか。これ大変っすね。大変なんですよ。これそのままもちろん塗れないですもんね。じゃあこれ全部接着剤取って、あー確かに、じゃああれが必要になりますね、磨きが。はー、え、これゲレンデだけっすか。この年式の欧州車結構定番っすか。かもしれない。あー、じゃあ結構年式古かったりするとこういう大変さもあるんですね。なるほど、ありがとうございます。で、あとは背面タイヤカバーなんかもちゃんとへこみだったりが全部チェックされて、この辺も全部修正されるんだと思います。だ、色が変わったインパクトも多分すごいと思うんですけど、僕の予想ではパリッとした感じがもう真っ平らの真っさらになる感じがすごくしっかり仕上がるんじゃないかなと思います。続いてこの辺にあるのがフェンダーとリアゲートとボンネットみたいです。シャーさん、これボンネットは歪み特になかった感じですか。なるほど。塗ってるっぽいけどね。あ、これも一回手が入ってるんじゃないかと。なるほど。でも全体的にそんなにこう大きく修正した。あ、なるほど。じゃあルーフと要は同じこう上につくパーツなのに、あ、でも逆に、あ、なるほど、そういうことなんですかね。ルーフはまあ中身で見えないから。じゃあもしかしたらこれも剥いだらちょっとこう出てくるかもしれないという。じゃあこれもその辺の作業が入るんです。あとリアゲートなんかももう本当にわずかな歪みも全部取って真っ平らに仕上げるみたいです。インシュレーター剥がすからね。あ、本当ですか。裏側のこの消音というか、このもう、これも全部貼り直しみたいです。え、この内側のこのインシュレーターも新品にすると思った。はあ。なんかじゃあオールメインと称してますけど、なんかレストアにちょっと近いですね。すごっ。そしてフェンダーなんかも、あ、フェンダーが一番これ電着が見えるかもしれないですね。あ、でも塗っちゃってるからちょっといいですか。うわ、重っ。あ、こんな感じで黒い電着がお分かりいただけますでしょうか。ここです。これが、まあ、メーカーがやってる下処理の塗装という。で、ここまでは塗装が入ってないんで、これを見ると分かるという、そんな感じになっております。重たい。なんか今時 BM とかプラスチックじゃないですか、フェンダー。なんかゲレンデとか持つと改めて重たいですね。 463A はアルミだから軽いよ。あ、そうなんですか。そんな違いもあるみたいです。あ、463はスチールなんですか。スチールっていうか合板なんですか。勉強になります。そしてステップなんかも、ステップってどうするんですか。これ磨くだけですか。多分そうなるんじゃないかなという。で、多分プラスチックの細かいパーツとか交換とかそんな感じですよね。
この辺リフレッシュとかちょっと詳しい内容わかんないっていう、はい、だとリアバンパーなんかもこんな感じで、なるほど。今あの動画 NG 友也さんに教えてもらいました。ゲレンデって他の欧州車に比べてこの材料が少し柔らかいって職人さん言ってました。で友也さん曰くもう軍用車スタートだからその現地で加工がしやすいようにそういう風になってるんじゃないかっていう、例えばその屋根を取っちゃってなんか積むとか改造するとかっていうのに向いてるらしいです。本当か嘘か分かりません。詳しく知ってる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。そうなんだね。でも職人さんってもういろんなの触ったり切ったりしてるから、あれこれ柔らかいなとか硬いなとか、あの物が変わったなとかっていうのは多分かなり現場で実感してるんだと思います。で細かいところ言うと、さっきちょっとカメラマンとも話になりましたけど、ドアの取り付けのところもちゃんとこのザラザラで付けた後ずれないようになってるという、そしてちゃんとチリを合わせるためでしょうか、この枚数が何枚か重ねられてるという。で結構ゲレンデってこうチリとか割とアバウトなイメージですけど、まあ、そんな中でもちゃんと微調整してパネルの位置出しなんかもされてるんですね。勉強になります。はい、というわけで今回はボンドボディで G55 オールペンの続きをお伝えしました。オールペンの最新のその進捗はボンドボディのブログの方にも出てますんで、ぜひ見てみてください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。